チャーシューがホロホロっとした感じで珍しいような感じなのかなと。ラーメンド。はい、今日は公務台にあります麺屋鉄さんに来ています。のもさん、醤油ネギチャーシュー麺と餃子ライスを注文です。お、厚めのチャーシューがたっぷり入ってますね。いただきます。まずはスープ、あっさりとした醤油味です。真ん中にあるネギも美味しそうですね。チャーシューはしっかりとした感じなのかなと思いましたけど、ホロホロっとしてますね。美味しそう。麺屋鉄さんの近くには学校がたくさんあるので、お昼は学生さんでにぎわうようですよ。どうかしました？このまま行ってみた方がいい。本当ですか？ご飯ありますよ。食べれないから。はい、食べれます。そして餃子ライス、手作り餃子なんですかね。皮ももちもちみたいですよ。そして来た、替え玉、熱々ですね。すごい、結構替え玉の量ありましたよ。でもご飯もいっちゃう。のむさん、余裕の完食です。ごちそうさまでした。河野台の麺屋鉄さんでネギチャーシュー麺をいただきました。替え玉もできるんで、お腹空かせてる人は替え玉行けばガンガン麺も食べれていいのかな。餃子はですね、皮がもちっとしてて、ニンニクも効いてて、なかなかおすすめだと思います。